こんにちは、田中です。今日はスクワットについて説明していきたいと思います。スクワットは基本的な、下半身の、基礎トレーニングになっていくんですけども、ジャンプパフォーマンスだったりとか、いろんな、動きの中での土台となる、部分なので、アスリートの皆さんはしっかり、スクワットやってほしいですし、一般の方も、足腰大事ですので、取り組んでほしい種目になります。またやり方がちょっとね難しいところもあると思いますので、その辺を今日解説できればと思ってますので、初めてスクワットやる方も使ってもらえればなと思っております。そしたら、スクワットのやり方を説明していきます。まず足幅は肩幅にしてください。肩幅でつま先はやや気持ち開くような形にします。でこの状態でお尻を落としてしゃがんでいくんですけども、この時大体つま先と膝っていうのが同じ向きになってほしいので、つま先ちょっと開いているので膝も気持ちちょっとその同じ方向に向けるような形でしゃがんでいきます。こういう形ですね。横から見た形なんですけど、横から見た時に、背筋ですね、背筋がこう丸くならないようにしっかりまっすぐな状態を意識して、少し前傾になるような形でしゃがんでいきます。こういう形です。で深さとしては基本的にはこう太ももが地面と平行になるまでしゃがめるぐらい、柔軟性と、そこで耐えれるだけの基礎筋力もつけていきたいので、大きい動きとして太ももが真ん中までしゃがんでいけるといいと思います。基本的にはこういう形で、しゃがんでいくような動きがスクワットになります。そしたらじゃあ実際にバーを使って、スクワットをしていきたいと思います。でスクワットの注意点ももちろんあるんですけど、スクワットのフォームの前に、スクワットをやる時点での注意としては、まずこのラックの高さ、これが高すぎるとこう戻せないとか、低すぎると戻しにくいとかあるので、下に入って少しこう上がれば十分なので、そのぐらいの位置にしっかりとまずラックの高さを合わせてください。で次はセーフティーバーの高さですね。ここがちょうど目的とする高さのちょっと下のところでしっかりかかるように、ここの高さも低すぎたりとか、低すぎるとセーフティーバーの意味がなくなってしまうので、そのセッティングもしっかりと確認をしてください。で最後はストッパーですね。カラーとか言ったりするんですけど、しっかり重りつける場合はそれをしっかり止めれる、しっかりストッパーをつけて重りがずれたり落ちたりしないようにしっかりつけてください。結構バランスを崩すと傾いた瞬間にプレートが滑り落ちることがあるので、注意して、その3つはね必ず守るようにしてください。でまたスクワットのフォーム自体ができない人に関しては、別の種目をやってスクワットのフォームができているように、プログラムしたりとか、コレクティブエクササイズって言って、柔軟性を出すようなエクササイズとか、姿勢がちゃんと保てるような、メニューを入れて、対処していくような形になります。そしたらまず今日はバックスクワットをやっていきます。一番スクワットでやる形だと思うので、今日はまずバックスクワットをやっていきたいと思います。でバックスクワットやるときはここバーを肩にこう乗せないといけないんですけど、しっかりこうグッとこう背中を寄せてもらったら、ここの筋肉っていうのが僧帽筋で、ここ筋肉が上がってくるんで、ここにバーを乗せましょう。こう首に乗せると首痛いのでここに乗せてください。手の幅はだいたい肩幅よりもちょっと広いぐらいでいいと思いますね。左右均等な位置を握ってしっかり胸を張って僧帽筋の上にバーを乗せます。でこの位置ですね。でこういう形でセットしましょう。この位置だったりとかすると痛いので、この位置がいいと思います。よし、そしたら、そこ担いでちょっと実際にやってみたいと思います。ちょっとじゃあ、よし、じゃあ行きましょうたらバーを担ぎます。で担いだら細かく歩いて 2,3 歩下がって足のスタンスを1回作って、でその位置からさっき説明した深さまでお尻を落としていきます。下ろすのは3カウントぐらいで、上げるのは2カウントぐらいがいいと思います。こんな感じです。そしたら、次ちょっと横からいきましょうか。よし、そしたら横からやっていきます。横から見た感じでやっていきます。軽く下がって足のスタンス確認して、そこから
押していきます。深さは太ももが地面と平行なところまで下ろしていきましょう。だいたいこう下ろしたときにこう体の位置なんですけど、バーベルの位置がだいたいこの足の真ん中ぐらいに来る位置でしゃがむとちょっとバランスがいい感じ、体の真ん中に重りが乗っているのでコントロールしやすいので、まあ、結構こういう前かがみになってしまったりとか、逆にこうかかとの方に乗ったりとかすると危ないので、まあ、そういった位置でしっかり下ろしてもらえば大丈夫かなと思います。で特にこう膝の、ね、位置とか膝が出すぎないとかいろいろ気にされると思うんですけど、あんまりこう足の長さによってその位置って変わってくるので、どちらかというと重心バランスのいいところがいいと思うので、さっき言ったようにバーが体のちょっと中央に来る、足の真ん中に来るぐらいのところでしゃがんでもらえれば大丈夫と思いますので、そこを目安にフォーム作ってもらえればなと思っております。